ドキュメンタリー見ましたか？テロップ書こう。テロップを書きたいと思います。何の話しようね何の話をしよう。ちょっと待ってね、一旦テロップを書きますん、間違えた、テロップ。こんばんは。ドキュメンタリー見た？あ、ほんとだ、ここ22歳にしなきゃ。はい、できた無理やり。こんばんはどうもです。10時半になりました。そう、22歳になりました。めっちゃタワーとかありがとうございます。どうしよう、一旦携帯にメモってもいいですか？今日コンティヌちゃん、コンちゃん、コンちゃんコンティヌちゃんとさしなゆいさん10個、バースデー10個ありがとうございます。なつみかんさんパーってやつで、さしなゆいさん、ゆかりん、さしなゆいさん、ゆかりん、よたび、なつみかんさん、そらいろけやきさん、そらいろ、そらいろけやきさん、たこつあんさん、たこつあんさん、しださん、ともさん、ともさん、こうさん、べーちゃん、ひらわたさん、こうさん、むんむん、あやすけ、ポークたまごさん、ちょっと待って、ポークたまごさん、かずすみさん、かずすみさん、かずすみさんで、テンションさん、トイさん、ユーミン、ユーミン、ちえちゃん、真っ白白すけさん、しんいちさん、とはしんいちさん、うん、オッケー、あやすけ、まさくん、まさくん、ちえちゃん、トイさん、やすけ、ヨウさん、おもしょうご、やすけ、ルタ、ルタさん、ルタさん、ゆきりん、トイさん、ケロちゃん、バースデー、ユーシスさん、ズッキーさん、ユーシスさん、ズッキーさんですかね。ありがとうございます。いっぱいタワー、オッケー、ありがとうございます。すごいいっぱいのタワーをありがとうございます。にゃんにゃんになりました。あやすけパンいっぱいありがとうございます。ズッキーさんハートもありがとうございますレグルスさん嘘呼んでない、ごめんちゃい。レグルスさん、レグルスさんありがとうございます。今日は昨日、まあ12時になった瞬間にすごいいっぱいハッシュタグ山本アナ生誕祭2019でいっぱいツイートとかめっちゃメッセージくれたりしてて、あとこのこういうね画像とかもいっぱい保存しました。ありがとうございます。なんか昨日のショールームではなんかあんまり誕生日嬉しくないとか、まあ嬉しくないっていうか、なんかお祝いしてもらえるのは嬉しいけど、そのなんだろうな、もう生誕祭が終わったから、その生誕の日がすごい誕生日感勝手にあったんだみたいな話を
してたんですけど、やっぱりなんか当日になってすごいたくさんの方がお祝いしてくださって、なんか嬉しかったです。うんめっちゃ、うん、嬉しかった。こんな感じなんやって。なんか去年もそうだったし、あれだったけど、イコラブに入って多分3回目の誕生日だったけど、でもなんかすごいやっぱり嬉しいなって思って、メンバーとかのイミーちゃんとかツイートしてくれてたり、まあ、LINE とかで、ね、メッセージくれたり、メンバーもだし、実は昨日メンバー行ったりして、そう一緒になんかね、昨日ね実はねいっぱいメンバーいたので、一緒にちょっとなんか1センチぐらいみんなで飛ぼうって言って、円になってみんなが飛んでくれたりして、誕生日でみんながすごいお祝いしてくれたりして、プレゼントもメンバーくれたり、そうそうなんです。のんりさんが一緒にくれたのね、このそうのんりさがねバッグとかいろいろくれたり、そうなんかイカリングが2人がなんか動物をなんかいっぱいくれた、違うおかしい、動物グッズみたいなのをすごいいっぱいくれたりして、そうね、なんか今日もそうのんりさがなんかチキンをね買ってきてくれて、そうのんりさとよりとまいかがお祝いしてくれた今日。なんかそう買ってくれてパーティーしてくれました。そう優しいっしょです。で違うんですよ、なんかね、そうそう花のイラストめっちゃ嬉しかった。しかもなんかメンバーがすごい12時とかで昨日の夜中にすごいツイートしてくれてたり、なんかナータも絶対寝てると思ったら起きててくれて LINE もくれてすごい嬉しくて、そうそうミリとかもそう LINE くれたり、のゆみちゃんも今日たくさん LINE くれたりして、みんなそうみちもね昨日の夜 LINE くれました。そう瞳もくれた夜中、みんなくれましたよメンバー。しかもツイッターもしてくれたり、そう子供たちが起きてたわイコラブのそうとかね、何言おうとしたっけ、そうだ花のイラストめっちゃ嬉しかった。なんか案を3個描いてくれて、そう色までねつけてくれて、めっちゃ即ね、もうちょっとなんかにしたい。そうでも私のね何にしようかな、でも LINE の LINE とかなんか使ってるんですよ、もうこのねアバターをね花が描いてくれたやつ使ったりしてて、そうそう嬉しいよね花、そうやって毎回誕生日のメンバーに書いてくれた、くれてたりして嬉しいですね。美化して花書いてくれるからさそう、それでなんか私今日ドキュメンタリーが公開されるって知らなかったんですよ。でなんかしたら昨日の夜急に、あそうだ、だから昨日さ私ショールームでさちょっと待ってって言って LINE 返してたじゃないですか。その時にスタッフさんから明日なんか来れるみたいな、なんか明日事務所来れるって言われて、あ大丈夫ですみたいな、この時間来れるみたいな話をしてて、でなんか打ち合わせみたいな言われてたんですよ。でなんか何やろうって思って急に打ち合わせって言われて、まあ普通に行ったの。そうしたらなんかまあ、マネージャーさんがいて、でなんか違うお部屋にね連れて行かれの、行かれのまさかのいつものドキュメンタリーのスタッフさんがいて、えみたいな、話ってえ何の話みたいになって、そしたら、今日実はあのので誕生日おめでとうって言っていただいて、なんかあのドキュメンタリーフューチャー界のドキュメンタリーが
公開されますって言われて、みたいになって目隠しはしとらんけどね、サプライズをしていただいて、で今からそれを一人で見てくださいって言われて一人でね初めに見たんですよ。でメンバーもね公開されてからそう見て、そうだからね、あのナータンからとかもさっき LINE 来てまだ返してないんですけどあの見て泣いたってめっちゃ LINE 号泣なんだけどって来てて、そうサプライズだった。そうサプライズで一人で1時間事務所であの動画を見てました、うん、だからまあ一番に今回は見させてもらったんですけど、そうそれをまあ昼ぐらいかな、私は昼過ぎとかに見て、で今日公開されますって言われて、私が見ている最中ぐらいにあのなんだっけ、なんかドゥンドゥンイコールラブ11月30日山本アンナ、あ山本アンナじゃない、11月30日21時06分みたいなのが来てて、あれがツイートされてて、もうされてたんですよ。そうでなんか私昨日ちょうど21時6分の話してたんですよ、ショールームで。でなんか自分が生まれた時間を知らなくて、昨日そう家族に連絡してなんか聞いて、ファンの方にさあれしたじゃないですか。あれでも私マジで知らなくて、そう21時6分に公開されるっていうことも知らなくて、たまたまなんですよ。でそれを今日スタッフさんに言ったら、ショールーム見てないよって言われて多分ショールームで私の見たんですかって言ったら、え違うよみたいな、たまたまだったの。もう親に連絡してたのスタッフさんが、そうたまたまだったの、あれ偶然なんですよ、まさかの。そうだから私別に匂わせしてるわけじゃなくて、もう本当にたまたまで、私もドキュメンタリーが今日公開されたのし、公開されるっていうの知ったし、まさか9時6分だっていうのも知らなかったし、そう運命っていうか、そうなんですよ。そう私ね知らなかったんですよそうなんですよ、たまたま、本当に昨日たまたまね、なんかねすごい勝手に勝手に匂わせしちゃった人みたいになったけど、本当に知らなかったって感じですそうしかもそう9月6日がデビュー日で、アンが21時6分だからファンの方がすごいって言ってた、ね、それが9だったらね、9時6分とかだったらもっと良かったですね、はい、待ってタワー増えてますよね、ありがとうございます本当に誕生日タワーどこまで私は読んだんでしょうか。なんちゃらおじさん、なんちゃらおじさん、番長さん、番長さん、タワー読まれてないって方いたら言ってね。マスキオさんケーキありがとうございます。わがらボーイさん、わがらボーイさん、ジェニュインさん、ジェニュインさん、ひろひろさん、ひろひろさん、さしなゆいさん、もう一個、さしなゆいさん、じゅくまもさしなゆいさん、めっちゃいっぱいありがとうございます。洋介さんケーキ、マルキンさん3本、マルキンさん、マルキンさんさんかける、マルキンさん3本もありがとうございます。え違う、4、え5本、マルキンさん6本、6本、ひとみん、ひとみん、きんちゃんありがとうございます。今日も待って、マルキンさん何本投げてくださったんですか。加藤ですさん、加藤ですさん、ちょっと待って、やばい追いついてない、私が追いついたかな今。タコツアンさん書いた、私タコツアンさん、やばい待ってよくわかんない、多分7本ぐらい投げてくださってるマルキンさん、7本だった気がする。
私の見間違いかな。ありがとうございます。いっぱいここにありがとうございます。一旦名前呼ばれてないって方、タワー投げたのに呼ばれてないよって方いたら教えてくださいね。ありがとうございます。皆さん最後にもう一度名前呼ばせていただきますね。はい、それでなんだっけ、ちょっと待って、山本が追いついてないんだよ。え、待って、助けて誰か。え、ひとみん、金ちゃん10タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。さしなゆいさん2本追加、ありがとうございます。本当にみんなの気持ちが十分です。愛が、ラブが、今日のドキュメンタリーのここのカッコはあれがファンだったりいろいろするんですけど、ラブだったんですけど、ラブですねラブですね。ありがとうございます。そうですね、そう、それでドキュメンタリー知らなくてで私は見てて、まあ泣きますよね、そりゃねみんな見ましたか？なんか一応9時6分に公開されて1時間ぐらいあるから、まあ計算して10時半、待って金ちゃんもう10たわ、本当に待って、ダメ、ありがとうございます。だけど本当に今もう飛んでくるもののレベルが違ったありがとうございます。本当にありがとうございますね。タワーが噴水になってたよ、こうやって。ありがとうございます。なんか私もなんか泣くっていうか、なんかもう振り返ってって言われても、まあもう1時間あるからもう見てほしい、ただもう見てくださいっていう感じなんですけど、なんだろうな、前回花が結構フューチャー会があって、でその予告で次はアンナだねみたいな感じですごいファンの方も言ってくださってて、まあアンだけではないけどもちろんけど、まあ一応フューチャーとしては私を取り上げてくださってて、なんかこんな1時間もしかもエピソード12っていうのは、まあただの数字だし、たまたまの数字だけど、でもやっぱり大事な数字だし、なんかその回でなんか私が取り上げていただいていいのかなとか、なんで私、なんか私でそんな、なんだろう、ドキュメント作れるかなとかめっちゃ不安だったし、インタビューも語彙力ないからどうしようってすごい思ったけど、でもすごいスタッフさんの力ですごい素敵なものを作ってくださってて、本当にありがたいなって思いました。もうね、なんかもう今日泣きすぎてもう枯れたですけど、待って、金ちゃん年の数だけ経てたからねって、だってまた増えてる。ちょっと一旦話やめてたわ。ってことは22ってことですよね。ありがとうございます金ちゃん。よたびーも広島のよたびバラすなって感じ。ありがとうよたび。待って、さしなゆいさん10たわ。ちょっと待って、もう本当に私はそのような人間ではないのです。皆さんありがとうございます。さしなゆいさん10タワー噴水を、私はもうね、ちょっとダメですよ、もうなんて言ったらいいか分かんなくてありがとうございます。ユーミンタワーありがとうございます。
ニックさん、ニックさんありがとうございましたわかな、まだ読んでないな真っ白しろすけさん、真っ白しろすけすけさん、真っ白しろすけさんありがとうございます。白好きですか私のゆうさん 10ケーキもありがとうございます。本当にホタテ様、ベイちゃん、ともさんありがとうございます。ちょっと待って、ともさん、ともさん、ベイティンになったの、じゃあベイティンって書いとくね。ベイティン、ホタテ様ありがとうございます。皆さん、じゃあ一旦話に戻ります。はい、ありがとうございます。そう、それで何の話してた、あ、そう、まあ一人で見てて、でなんか何の話してたわかんない、そう、あ、そう、それで花の前がドキュメンタリーだったから今回私でいいのかなってめっちゃ思ってて、なんか、どんな感じになるんやろうって、でメンバーがインタビュー、アンナのことをどうですかって言われてるのもなんとなく感づいてて、私以外が呼ばれるんだもん私以外をみんなどっか行って行くからもう分かるし、なんかアンが来たら笑うし目があったらあみたいな顔されて、まあバレるんですけど、いや秘密にはしてないかったのかな、ちょっと分かんないんですけど、そう、何、佐々木舞香から LINE 来たんだっけ舞香から大好きだよって LINE 来た後で返そうありがとうね。そう、なんかメンバー一人一人があのことをどう思ってるかとかいろいろ話してくれてたりするのを聞いて、普通だったら何こう聞かないから私のことどうとか聞かないから、そういう風にやってくれたのが、そうやってこうやって思ってくれてたんだなっていうのがすごい嬉しかったし、なんかネタバレになるからあんま話せないんですけど、そのなんかマイカは例えば私とマイカはなんか足して2で割るぐらいがちょうどいいじゃないけど、なんかそういう話を言ってくれてたりして、そうなんかマイカの考え方も私は好きだし、私にはできない、逆にいい意味でね考え方ができるから、全員が私みたいのだったらうざいからすごいちょうどいいし、ああいう風に捉えてくれるメンバーがいるっていうのはすごく嬉しいし、ね、言葉選びが本当に上手ですよね。でもみんな、なんだろう、もうね一人ずつ言ったらちょっとねネタバレになっちゃうけど、そういう風に一人一人が話してくれてたりしたのがすごい嬉しくて、なんかこんなに幸せな、すごいありがたい誕生日でいいのかなってすごい思いました。1時間だから結構ね皆さん見るの大変だと思うんですけど、54分、もう約55分あって、まあ CM とかもないですし、もうマジであれですよね、映画って感じ本当に。しかもなんかねメンバーがさっき見てたりしたのを私も隣にいたりしたんですけど、メンバーはもう見方が、てかメンバーと見るのも恥ずかしいの今逆に、なんかそう恥ずかしくて、でもなんかメンバーの見方はもう変わってて、
なんかこの時のアンナの眉毛どうとか、この時の誰々の髪型なんちゃらじゃないみたいな、もうみんなそういう目で見てたりしてメンバー目線はそんな感じで見てましたそう、感動しつつもそういうことをね言ったりしてました。なんか変わったねって、みんな垢抜けたねっていうね話とかもしながらですし、うん、そう、瞳の言葉にも知らなかったから、私も瞳が、あ、瞳側のインタビューしてるのは知らなかったから、うん、普通に泣いたしそう、なんかね、めっちゃなんか泣いてるシーンが本当にブサイクすぎて、なんかみんな可愛く泣いてるのに、なんか866かなの時かなんかの私の泣き顔、まあていうかもう全般泣き顔全般ブサイクすぎてちょっとどうしようかと思ったけど、まあって感じ。そうで、まあ最後ね、そう、知らなかった、本当に知らなかったですよ私手紙のこと。そう、なんか一番最後にお母さんからの家族からの手紙みたいなのがあって、小さい子の写真と共に出たんですけど、マジで知らなくて、急になんか画面に母この矢印で私みたいになってて、えみたいななって、そうなりました。でまあずるいですよね、あれは本当に、まあ涙腺崩壊みたいなやつですね。ね、ほんまそれ結婚式のムービーかなって、確かに結婚戦は誰とやねんそうね、私の小さい時とかスクール時代とか高校時代の写真とかがね、まあ結構出てきたりでしたね。ずるいよずるいねでした、本当に。電話しましたよ親に、いつって言ったら、もうなんか生誕の日のちょい前みたいに言ってて、そうスタッフさんから連絡来たって言ってました。そう、でもね、こんなに対策を作っていただいて本当に感謝です、ありがとうございます。そう、866も朗読したの。そうなの、あれはねみんな結構してあるんだけど、緊張したね、なんか朗読するって。でもあんな風に素敵な歌詞を、どんだけ私たちの気持ちを、なんでそんな毎日一緒にいる、まあ、例えばマネージャーさんとかスタッフさんではないけど、ないのに毎日一緒に全然いるわけとかじゃないのに、なんでこんなに気持ち、指原さん私たちの知ってるんだろうって思いました、正直。でもそれだけ見てくださってるんだなとも思ったし、うん、そう、曲聴けるかと思ったで、ね、866まだね2周年コンサートには行ってないよっていう方はあれですもんね、想像の曲ですもんね。ね、泣き疲れしましたね今日ドキュメンタリー、そう、なんか YouTube のコメントとか皆さんのリプとか見てまた嬉しくなりました。インスタのねやつも見てます、ありがとうございます。いや、そうだ、言わなきゃいけない、メッセージカード800枚以上の生誕の時にもらったやつ全部読みました今日。そう読みました。あと、あの全部届いてる、あ、私に今届いてるものは全部手紙も読みました今日で、読みました。そうなんかなんだっけ、あのアルバム、アルバムのやつに広島でもねいつも集めてくれてるんだなっていうのをね毎年感じるんですよ本当に。
そうだから嬉しかったです。はい。何ですか。もうめっちゃ笑い声ってね、来てるから、もうアウト。あなたたち、あなたたちアウトっす。ごめん。か。私っす、笑ったね。今汚いし。知ってるよ。知ってるよ。ごめん。分かってる。もうあね、笑い声だけで基本多分みんな分かってるから。静かにしてって言ったんだよ。うん、大丈夫、この人の声しか聞こえてないから、ね。でもね、でもね、マイカと私が同じ顔してたシーンがあったの。何のドキュメンタリーどのシーン。ほらね、この人たち感動の感動じゃないよな。さっきからな、もうな、ずっとな、なんか眉毛の話とかいつもしてくんえ、でも感動したよ。ここのアンナの眉毛やばくない。眉髪アンナここやばくないとかばっかやけん、この人たち。あの枠みたいだったよ。あの枠みたいだったね、自分でも思った。セカンドなんかこうやりたい時期だったんだよね、多分ね。変だった。そう、変だった。ありがとう、褒めてくれて。何？ちょっと見て。か。うんうん。こうで。何のし、何のしなの？あ、ノイミーちゃんを見てるし。私のお山座りの仕方がさ、めっちゃ近い。普通こうじゃん。お山詰まり、体操座り、仁王立ちで、仁王立ち。邪魔だよね。全然。ごめんね、全然。別に大丈夫よ。顔出さずに帰っていったあの人たち。どっか行った。バイバイ。どっか行ったわ。感動返してくれって。帰るんかい。イカリングが来たよ。涙引っ込んだ。よかった、それは。みんな泣き顔より笑顔のがいいよ。嵐のように去っていったな。今日イカリングあれでしょ、舞台挨拶でしょ。舞台挨拶の後ね、お祝いしてくれたよ、二人が。ありがとね。てかあれが嬉し、あれも嬉しかったの。なんか画像とか全部ハッシュタグ山本アンナ生誕祭2019のやつで保存してたんですけど、他のメンバーのファンの方もこんなになんか写真とか加工して作ってくれるんやっていうのがめっちゃ嬉しかった。保存祭りわっしょいって感じでした、本当に。そう、後ろの髪一応2にしたんだけどダメ。気が向いたら今度変えときます。そう、めっちゃね加工。でもなんかドキュメンタリーで全然見たことのない映像とかいっぱいあって、こんなにあるんやって言ったら、まだまだあるって言ってたスタッフさん。使ってない映像が、そりゃそうだろうなとは思うんだけど、なんか常に本当に撮ってるなーって撮ってくださってるなーって思ってたけど、でもやっぱこういう風に一つの作品にしてもらうと、なんか涙を取られるとちょっと逃げたくなる時もあるけど、撮ってくださってて、こういう風に一つの作品にして、こう無料でYouTube で上げてくださって、イコラブを広めようとしてくださったり、いろいろするのとかすごいやっぱありがたいなって、感謝だなって、そう思いますね。そう、瞳とのコンサートの2周年のコンサートの時の2人で話してるシーンも、後ろからカメラさんついてきてるの知ってて、2人で「いや今はちょっと撮らないでください」みたいな言ったんですけど、撮られてて、もう私あんと人も「あ」みたいな、「撮ってる」みたいな。まあでもなんか声を撮ってるんじゃなくて、なんか2人のこう姿をだから全然まあいいんですけど、そう「あ、撮ってた」みたいな。そうでもうふざけ、もうね、その瞳との話が終わって、最後らへんにもうメイクしてもらったのに、もうメイクさんにね、あの日はメイクさんのメイクだったんですよ、みんなで。メイクしてもらったのに、なんかなんだっけ、もう泣いちゃったみたいな。でどうせまたその
コンサート前にもう泣きそうやから、エンジンとか泣きそうやからウォータープルーフにしてくださいって言わなきゃみたいないう話をしてたらカメラあったっていうやつね。そう、2人で結局泣いちゃったっていうわけ。LINE の交換シーンやばくない？てか面白かったのがさ、一番最初のなんか何歳ですかみたいな、でミリニャがなんかサナになんか多分アンのことなんか19歳見えないですよねみたいな、もうみんな敬語で何歳ですか、もうあのシーンがめっちゃ面白くて、ねえ男の人入ってきたって誰か言ってフルフルやめよう、もう本当にじわったあのシーン、そんなめっちゃ 笑ったし、なんかイオリとの最初の再現シーンもマジ最初これから始まるんやと思って笑ったし、うん、面白かったね。みんなでサナガさん、なんちゃらちゃん、アンナちゃん、はいって面白かった、あれは面白かった。だからもう合格してね、記者会見とか終わって、で全部終わって解散みたいな感じだったんよね。それでまあもうね、出会ってもうオーディションの日、あれは4月29日で4月29日で、あのよそよそしいじゃないですか、それはね。まあそれでそっからまたこう地元にやっぱみんな帰っていくから、もう一旦ちょっと会わなくなっちゃうし、次いつ会うのかも分かんないしっていう状況だったから、まあとりあえず LINE をね交換するじゃないですかね。それが面白かった、あの感じ面白かった。超なんか一般の普通の女の子たちって感じがすごいしましたよね。最初のイオリとのシーンはなんかオーディションの日、たまたまなんか隣とかにいてイオリとで喋ってたあのセリフを再現してた、2人でイオリマッサージされながら再現してたそう、まだ見てないってぜひ見てください、 YouTube。 あ、でもあの列は適当なんですよ、合格発表の時のこの列はなんか北順みたいな感じでたまたまだった。そう。いやでも全然 YouTube を見てきてください。そう、ネタどんどんこれネタバレしちゃうからやばいかもしれない。そう、なんかマイカとのあご食いのシーンとかもだし、なんかリサとなんか変な話しとったやつとか、なんか。もうなんか覚えてないシーンがいっぱいありました。これはどこだみたいな、どこの会場で何してんだろうみたいな感じだった。壁ドンあご食いね、サナのやつねサナのやつの時の私のあれ、メガネかけてるじゃないですか、見た方にしか分かんないと思うんですけど、だからあんまり言いたくないんですけど、まあサナのねが話してくれてる時の映像で、そのサナが涙してるってっていうシーンの時になんか私がメガネしてるんですよ。でそれでなんかそのなんかメガネしちゃってるから、それが自分でちょっとじわりました。そうそう、 3D メガネをしててなんかそれでなんかサナみたいな、大丈夫みたいなのやってるからメガネのまんましてるからちょっと自分であのじわったっていう話なんですけどね。まあそんな感じで、そうですね、あキャータンのね150ないくせにも、キャータンだっけ、違うマイカだ、マイカの150ないくせにも笑ったわ、あんなん言われた記憶ないしね。うん、なんかいろいろありましたね。なんかそう、翔子とかはお姉ちゃんって言ってくれてたり、のんのもすごい支えるとかすごいなんか言ってくれてたし、そうミリとはね最近すごいよく LINE してたり、そうなんか花もすごい嬉しいことを言ってくれてたり、そう
キャータのね涙シーンがすごい可愛かったなんか感情移入しちゃいますよね。そうでナータンの6人でのインフルエンザの時のシーンとかすごい印象的だったし、そうなんかなんかそうでもイオリとも結構イオリとはなんか考えてることが似てる部分とか多かったりするし、結構話すしね。あそうなんか6人のインフルエンザの時にあれはマネージャーさんから聞いて、あの時なんかマイカがもうアンナって叫んでたよっていうのはドキュメンタリーより前、もう全然あの頃その1年前ぐらいにマネージャーさんから私も聞いてて、そう嬉しいなとは思いますねでも私たちがベッドの上で6人寝ている時に6人が必死に練習してくれてたって思うとすごい頭が上がらないです野口さんが隣の部屋でいいツイートしてるぞ笑ったね、今年のインフルやばいらしいですね。怖い怖いよりの慌てぶり。でもあれはよく見る光景そう予防接種はみんなね打ったよ。そう仲良しすぎてインフルつっちゃうんだよ。瀬戸利を唱えてるのもいつもの光景うん、でもね今回のドキュメンタリーをねは見るのは勇気いりますよね。勇気っていうか心構えが必要。50分超えてるから予防接種受けたよ。そうでもなんかこれで、うん、なんかまたイコラブのことを知らないそれぞれのメンバーの一面だったりいろんなことをこうみんなが見てコラボのことを知って少しでも興味を持ってもらえたらいいなって。でもなんか今回のとかはなんだろう、初めてコラボに興味を持ってくださった方はあれですよね、50分見てくれるかな、見てくれる方は多いと思うけど、でもやっぱなんだろう、イコラブ知ってくださってる方がやっぱ見る方が今回は多いのかな、どうなんだろう。でも新しく知ってくださった方にもこういうグループなんだっていう風に見てほしいから、ぜひ皆さん拡散してほしいなって思うし、なんか感想とかつぶやいてくれたらもうめっちゃ見たい。なんてハッシュタグ何がいいですかね、イコラブドキュメンタリー普通だけど、そういっぱい見たい、そういう感想とかも見たいなって思うし、こう今まで今も応援してくださってる方にもなんだろうな、あこのライブ見に行ったけどこの裏ではこういうことがあったんだとか、この時期こういうことあったんだなとか、でもこの時期まだイコラブの存在知らなかったけどこういう風だったんだなとか、いっぱい知ってもらえるきっかけに絶対このドキュメンタリーはなったから、そう、いやね、どうなんでしょうね。 YouTube のコメントでもさっき結構見ましたよ。これでまたイコラブのことを興味持ってくれる方がいたら嬉しいです。だってタワー来たよって感動するんでしょって自分で言うかな、感動するよって。でまあまあ泣いた、普通に自分やから、自分のねまあ話やから。でもファンの方もいっぱい泣いたよって言ってくれたりして。タコツアンさんあれ書いたかな、私もうね今誰書いたか分かんなくなっちゃった。
どこまで書いたか。タコツアンサンかな、増えたのって。ハートとか、あーでもハートで終わっちゃってる。多分書いてない。え、待て待て、書かれてない気がするって方、タコツアンさんだよって。じゃあタコツアンさん今書きました、ありがとうございます。そうなんだよね、スタッフさんの11月30日の21時6分につい、ね、載せてくださるっていう、そのね、本当になんか一人一人を大事に、12人を大事にしてくださってるのがすごく嬉しいです。タワー建てたよ、秋広さん、秋高さんじゃん、ありがとうございます。秋高さん書きました、ありがとうございます。さしなゆいさんお誕生日だよって来てる。お誕生日、え、ま、え、今の今また噴水来ましたよね。ねえ、やばいって。ありがとうございます。え、そしておめでとうございます。同日ですね。さしなゆいさん、さしなゆいさんのさ最高な誕生日です。さしなゆいさんの知らないことたくさん知ってもらえたかな。さしなゆいさんのな、泣きましたか。さしなゆいさんの指切りしてください。これからもアンのことを見てくれると。さしなゆいさんのいつもたくさんコメントしてくれてありがとうございます。好きじゃけんです、おめでとうございます。ここでゆめたんって言ったらもうムードやばいやろ。ありがとうございます、本当にたくさんのたまん、いつもコメントもしてくれて、いつもショールームを見に来てくれて本当にありがとうございます。ちょっと今日はふざけられない、あんまり。今日は真面目モード、いつもよりか。そう、アンナの名でさしなゆいさんにしてくれた、嬉しい、本当に嬉しいです。そういつも真面目。そう、ミリニャがねツイートでアンとアンズーの方の関係が素敵って書いてくれてたのが嬉しかったくない。アンは嬉しかったです。そうね、待って、タワー来た、タカヒロンリーさんありがとうございます。ありがとうございました、嬉しいです。園長と犬の関係。メンバーもファンの方もみんな優しいです、本当に。こちらこそありがとう。ジェニューインさん何個目だわ、さっきもくださった、あれさっきまたねみたいに言ってなかったっけ。ありがとうございます、ありがとうございます。待って、その前に MKT さんタワーありがとうございます。MKT さんありがとうございます。誕生日おめでとうって、ありがとう。ティムさん
半端ないって。アジムさんありがとうございます。パワー増えたら画面バージョンアップしないよ。ロンリーボーイさんありがとうございます。全然。みゆちゃん22歳の目標はなんかね、メンバーにね、大人になりんやって言われんの。そうだからな、大人になろうと思うねん。でもね、メンバーねとか言いながらね、でもね、好きな服装とか着て、なんかあんなが好きなあれでいいなって言ってくの、どっちやねんって話なんだけど。でもなんか自分でもう大人にもなりたいから、服装とかをちょっとずつ大人にしようかなって思ってるの5割、思ってないの5割。いやでも嘘です。たまには大人になろう、たまにはじゃないね、たまに子供っぽいのもするけど、大人になろうかなと思ってます。でもなんか21歳もすごい充実してたけど、なんか22歳はなんだろう、これから毎年やけど、なんだろうな、例えばこう今回オリコン1位を取らせていただいて、まあ、もし22歳のうちにまた CD とかを出させていただけるっていう風になったら、なんだろう、前回オリコン1位だからとか、やっぱりそういうところが出てくると思うんですよね。だからすごい勝負のシングルにもし次出せるってなった時のシングルがきっと勝負のシングルになると思うし、そこでもう一回、なんか1位とは限らないけど、数字っていうわけじゃないけど、やっぱり 前回よりもいい結果をはやっぱり出したいって気持ちが強いから、頑張りどころかなっていうのはあるから、しっかり頑張りたいなって思うし、まあなんかドキュメンタリーでもね、リーダーっていう言葉がたくさん出てきてたけど、リーダーとしても、なんだろうな、すごいね、気を緩めずじゃないけど、なんだろうな、しっかりやるのは当たり前なんやけど、もっとリーダーらしいことができたらいいなとも思うし、リーダーっていうのにこだわらず、なんか山本アンナとしても一人のメンバーとしての自分も大事にできる一年にしたいなっては思ってます。なんかあんまり自分のことを一人のなんかメンバーっていうよりは、まあ、リーダーっていうのがやっぱどうしても自分の中で先に来ちゃう部分があるから、そういうのももちろん大事だと思うし、それが私の役目だけど、それもしつつだから両立できるように、なんか余裕のある人になれたらいいなと思ってます、ね、自分のだって別にリーダーを応援してるって、ファンの方は山本アンナを多分応援してくれてるわけで、リーダーだから応援してるっていうわけでも多分ないかなとは思うから、もちろんリーダーなんか好きって言ってくれる方がたくさんいるけど、だからなんだろうな、リーダーとしてじゃなくて山本アンナとしての活躍をじゃないけど、そういうのでファンの方に恩返しとか、山本アンナっていう一人の人間としてをみんなにもっと見てもらえる一年にしたいなって思ってます。なので、なんか言いたいことあんま難しくて言えないんですけど、そうかな、そうだね、始球式出してあげたいってね、本当に最近ずっとメディアさんとかでもこう口に出すようになって、そう
なんか今までは口に出せなかったけど、ファンの方が出していいよ、いいんだよって言ってくれてからすごい出すようになっているので、いつかそういう風なことでも恩返ししていけたらいいなって思います。肩は作りよらんキャッチボールでもしたいし、バッティングセンターめっちゃ行きたいんですよ私今。そう、乃木坂さんがねバッティングセンターに行かれてたんですよ。でバッティングしててめっちゃ行きたいって思って、もうすごい今すぐ誰か私とバッティングセンターに行こうっていう気持ちなんですよね。そう、でも打ちたいの、それはバッティングしたいんですよ。そう、ちっちゃい頃よくやってて、そうだからちっちゃいって言ってもまあ中学生高校生とか小中高とか結構なんか週にもう5日ぐらいかな、なんか本当に好きでバッティングセンターが、なんか週に5日は持ったのかな、でも週に3日かなとか、もうほんまにめっちゃ行ってた時期があったんですよ多分。まあ一時期だけどね。そうなんですよ、だから行きたいです。あ、全然打てないんですけどね、なんか当たればラッキーとかぐらいなんですけど、普通に行きたいです。ギフト読も、増えてますよね絶対、さっき私は思った。タワーマロンさんだ、マロンさんありがとうございます。お城タワー、お城タワーレグルシさん、クマさん、うんお疲れってありがとうございます。思い出おじさんありがとうございますズッキーさん、よたび尊いカズスミさんありがとうございます。レグルスさん、ズッキーさん、長野丸さんありがとうございます。思い出おじさんもうお疲れお疲れお疲れ、めっちゃお疲れですね重お疲れありがとうございます、本当に知る人ぞ知るお前でおじさん言うて若いからな、だそうです。イエーイバッティングセンターね、こっちもね、お前でおじさんいつから見てましたか、ありがとうございますてつさん、よたびズッキーさんも、もういっぱいギフトありがとうございます。さだの気持ちを受け取りました。みなみちゃん嬉しい、お祝いありがとう、勝負お祝い勝負、今日空手ツイッターって、すずちゃん大好きありがとう、ツイッターにおしせかのイラストあげたって、保存します。でももう保存してるかも。225BRZ さん、ケーキありがとうございます、大好きだよって思い出おじさん年齢言っとるやんかい思い出おじさんは気づけば36歳らしいです、です、36ですね、若いっておじさんじゃないそうで、じゃあ思い出お兄さんに変えといてください年男やんだって。あんちゃん応援できてよかったよって、エリ君ありがとう。あいわ作文ね結構みんなの見たよ、きっと全部見た、インスタもね結構見てるよ。てんちゃんもありがとう、てんちゃん久々やん、来てくれてありがとう。髪型、そう今日はちょっと大人にしたんですよ。え、違うんですよ今日、聞いてください、今日 服装も真っ白にして、で髪もこうで大人で行って、私大人ですよねみたいな今日言ったら、そうでもないって言われました。どこがやねんって言われました、 OMG自分で言うから、やそっかそっか、大人は自分で言わんのか、そっか悲しい。じゃあ今度から言う、ま人に言われるまで。さくらさん、そんな私はメンタルを支えているんですが、そんな重要な役目をさせていただけて嬉しいですおもろいってカタカナで、おもろくねえよ髪型得意な、あんこカンパニーって呼ばれてんねん最近メンバー、メンバーあんこカンパニーってね、あのね言いたいだけやからね。そう、おしゃれカンパニーさんにいつも髪型とかヘアメイクやっていただいてて、もうみんな大好き、イコラブみんな大好き、おしゃれカンパニーさんなんですけど、
私がヘアやるときだけあんこカンパニー。そう、ゆほさん、イオリングありがとう。イオリいるよそう、無料で、そう無料です。風邪治そうねって、うん、はい、ちょっと声聞こえてないって、うん、聞こえて、もうね、いいやって多分思ってる、あの人たち静かにしなくて、うん、もうパーティー終わったよもうね、早めにね食べた、カロリー高めだからさ、5時ぐらいには食べてたかな、もう食べ終わってたかなそう、本当にね、イオリンって声大きいの。そう、今日はねチキン食べた。でもなんか1個めっちゃ辛くて、もう本当に辛くて、私は食べてないんですけど、もうなんか食べたメンバーがもうハーハー言ってました。そう、ね、声量分けてほしい。それな、ドキュメンタリー反則ですか、てんちゃんいやー本当にありがたいです。それしか言ってない。声でかい人って歌うまいよねよりはうまいっすね、うん、そう、でもさっきなんか誕生日やからアンナ食べてみたいに言われてたわ、さっきアンナに食べさせようって言ってた。食べさせられてないまだ、辛いやつ断ったから。あ、でもね、あれも作った。昨日ねインスタのストーリーにあげたタピオカみたいなやつ、いちごのソーダ作ったみたいなやつ。そう、でもねストーリーね恥ずかしいの、なんか見た人が出るんですよ。その特にフォローしてる方とか、フォローしてくださってる方とかかなは出るから、めっちゃね恥ずかしい。なんかメンバーやったらいいんやけど、なんか他のグループさんとか、あと指原さんが出てくると、これ指原さんにが見てくださってるって思うのそう、恥ずかしく思っちゃうそう、そう恥ずかしいって思っちゃう , 笑える、いや嬉しい反面恥ずかしい。あんま私ストーリー更新する頻度は低めなんで。のんのが今日ずっとモカちゃんモカ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 言ってた。モカ連れてきて、モカ会いたい、もうモカがいい、モカねえあんなこっち向いて、うわモカじゃんみたいな、ずっと言ってた。マジで似てるみたいな、めっちゃ言われたそれもスクショして、あ、22ピース。わかった、今年の目標は私決めたわ私決めました、今年の目標。あ、でもあんま言いたくないな、目標じゃない、ワンチャンなんかちょっと頑張ること、これは目標じゃない、ちょっと頑張ることを発表したいと思います。私は写真撮るときに常にこうやってってやるんですけど、いつもなんかこうやって笑わないの、口をねこうやって笑わないの私。だからなんかもうちょっと笑うです。あんまにっこり笑顔、私自分のにっこり笑顔が好きじゃなくて、笑ってる顔が好きじゃないから、あんまなんかショールームとか普通喋っとる時だったら全然気にせず笑うんですけど、そうあんま笑わないんですよね私。だからうーんと1ミリの目標です、これは低めの目標。そう、
なんか生写真とかもね、たまにね笑ってるのとか使われるとね、あー笑ってるって、私が言ったマネージャーさんにもね、あんちゃんたまにしか笑わないからこの笑ってるの使ったよって言われる、笑った方がいいよって言われる。そうです。なのでちょっとの目標、笑う。あと違うの、最近のじゃ反省しに参りました山本。じゃあ今から山本反省会をしたいと思います。私山本アンナは最近すぐにアンペロをすることを反省しに来ました。そうなんですよね。すぐこうやってってアンペロしちゃうの、最近軽率な行動取ってしまう、よくない。なのでちょっとやっちゃう。最近すごい多いの、みそぎどうしよう、何したらいい、私だからこあのあんまりしないアンペロ、似合わんくないって言われた。じゃあやめる。キス顔しません。赤だけ、みそぎ赤だけきつい、ちょっとだからもうみそぎでウィンクもしませんけど、みそぎしません、償いしませんけど、そう、違うの、最近メンバーと喋っててもしちゃうんだって。私なんかね、なんかあれしたら「え?」とか「やっちゃうから、なんかとか写真とかも、もうすぐアンペロするってメンバーにも言われる、アンペロしてって言われて、やから気をつけたいと思います。イエーイ、ベロダスの謹慎しようと。嘘です、多分ねやっちゃう最近。そうなの、やめないやつだ、バレた。明日やるでしょって、さあどうでしょう、どうでしょうか。そうだ、写真になると癖になっちゃう。ぶりっ子かとかやめてもらっていいですか。やめて、いいぞもっとやれって感じ。このショールーム中にです。じゃあもうこのショールーム中は絶対やんないから、やりません。やりません、絶対にやりません。あとなんだろうね目標、まあでも普通に話したか、目標は。そんな感じかな。あと喋ってないことあるっけな、なんかあったっけな。もう頭がつられてて、これが痛いの、頭が。あ、そうだ、プロスタ、そうプロスタのやつが、あのアンナ誕生日も書いてくださってて嬉しかった。そう、髪型はねここ編み込んで後ろで留めてるだけ、ハーフアップにしてるだけだよ。キャロちゃんじゃん、見たよツイッター、マヨラボさんツイートしてた、あまだ見てない、後で見ます。そう番組で、お恥ずかしいです、でも嬉しいです。3億当たらんって夢がないじゃないですか。ハッシュタグ山本アンナ生誕祭2019はもう全部見てます、普通にもうねニヤニヤしてます。そう、本村葵さん書いてくださったのめっちゃ嬉しかった、びっくりした、なぬと思って。
ツイート見てる。そろそろ鳥好きになりませんかってコメントが来た。歌チューブの収録でって、小雪さんありがとうございます。歌チューブね、いっぱいね、なんだろう、お話とかもいっぱいあったから見どころが満載。インスタも見てるよ、みんなのメッセージ返したりはできないけど結構見てます。そう、楽屋チェック、そうなんだよ、本当におこ嘘です。さあ、イコラブの楽屋は綺麗なんでしょうか、どうなんでしょうか。ドキュメンタリーの楽屋汚かったな。まあ素のイコラブってことですよね、あれが。素が見れたってことにしておきましょう。庶民的庶民的ですよ。そう、ありのままを私たちは見せていくタイプ。そう、イコラブのモットー、ありのままをさらけ出せ。嘘、まあでも素ですよ。でも結構みんな素出してると思うけどね。ねえ、なんか普通にメンバーに会いたくなる、ドキュメンタリー見てたら。でもなんかドキュメンタリー一人で見たい、なんかメンバーと見るの恥ずかしいもん、なんか。そうだからとりあえず、うん、なんかみんなが語ってくれてるのが嬉しかったから私も語り返したいって思ったけど。野口さんのツイートや、嘘、みんなのツイート見よ、全然見てない、ショールーム始めてから。何、いおりが一人で見たいって書いてたの、恥ずかしいって。どれ、あ、本当だ。サナボロ泣き笑う。どれ、いおりの、みんな隣で書いてたツイートってね。え、消えてんの、消したの。あの人マジでよく消すかんな。笑うんだけど、消したなってみんな書いてる。ほんとにもう、ほんまにもう、なんかやらかしたんかな、あの人。ダメだ、ツイッター見出したら止まんなくなっちゃうからダメだ。やーめび、やーめた、よいしょ。静かになったね、メンバーちゃんたちは。野口よりすぐ一番絶対追加賞一緒の人。追記し趣味なの、何それ、おねむの時間わかんない。でも何時、あ、でもあと15分でもう12時なんだね。えやばい、首が凝る。アイス食べたい、最近アイス食べてないな、食べたっけな。食べてたらどうしよう、ね、食べてない気がします。こっか、加工保存してるよ、かなでちゃん。
きっと。アイス食べたい後で。長時間配信私してる？11時46分してるかも。まあまあか。あと少しで広島行くって。もうすぐ今日が終わってしまう。確かになんか悲しくなってきちゃった。なんかこれはこれで悲しい。なんかこんなに贅沢な日を味わわせていただいて、本当に関わってくださっている全ての皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本当になんか悲しい。なんかね、でもいっぱいツイートとか見ますね。まだまだ。高野菜したい。あのことを好きになってくれたり、コラボのことを好きになってくれて本当に本当にありがとうございます。マジで。配信後どうするの、皆さんのご想像にお任せします。ぜひ。これはね、インスタ多分載せてる。載せてないっけ。この前琥珀できたっけな。ロディースポットの服です。枕投げ銭は。来年もまた一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。アンペロしません。23歳も一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです。スルーって。ありがとうございます。本当に嬉しいです。推しメンって。愛花ちゃんありがとう。もちろんですって。ネグルさん、そうね、いつか。そうね、広島で12人集合したいですね。それはそうかも。アンナの誕生日に富士急予約したって。ありがとうございます。キーちゃん大好きだよ本当に。キーちゃんありがとう、たくさん思いを伝えてくれてね。広島で歌いたい。広島でおかえり言うわって。広島そうだね、チロルさん地元だもんね。いつもカープ来てね。ねえ、うるさそう。広島12人。いや広島関係ないやろ。あんころころお誕生日めとコロコロ言われてた。おるにゃんありがとうございます。なんか今日ね、初めて見るなーっていう方がいっぱいツイートしてくれてて嬉しかった。こんなにもアンのこと知ってる人いるんだって思った。でもなんかアイドルになりたかったって即答してたけど、ドキュメンタリーで。本当に小学生の頃から小6のね、もうこの話も耳たこやろうけど、みんなアイドルになりたいって言ってこうやってなって、なんかこんなにいっぱいの方にお祝いしてもらうことなんて普通ないと思うから、すごい嬉しかったし、なんか広島今日もすごい LINE をね、すごいたくさんみんなくれてて、イコラブのことすごいみんな応援してくれてて、本当になんか小学生の頃からまあ結構そういう芸能の感じをやってた人間だけど、もうずっとどの年も友達みんな応援してくれてたりして、家族とか親戚とかも応援してくれてるから、だから広島に胸張っていつか帰れたらいいなって思います。誕生日があと10分で終わっちゃうって悲しい。なんか誕生日来るのは来るのでちょっとなんか複雑な気持ちだったけど、やっぱ終わるは終わるで寂しいですね。
誕生日にやり残したことないよ。なんだろう。あと9分でできることあるかな。まあでもね、こんなにもいっぱいお祝いしてもらったのはなんか一番だった気がする。てかタワー、私読めてない方いないかな。最後さ読みますね。コンティヌちゃん、サシナユイさん、ユカリン、ソライロケヤキさん、タコツアンさん、トモさん、ポークたまごさん、カズスミさん、ユーミン、シンイチさん、マサくん、ルタさん、ユーシスさん、ズッキーさん、レクルスさん、なんちゃろおじさん、番長さん、わがらボーイさん、ジェニュインさん、ヒロヒロさん、サシナユイさん、ニコ、マルキンさん、7本、ひとみ、22本、加藤デスさん、タコツアンさん、ヨタビ、サシナユイさん、10本、ユーミン、ニックさん、ニックさん、マシロシロスケさん、トモさん、ベイティン、ホタテ様、タコツアンさん、アキヒロさん、サシナユイさん、10本、タカヒロンリーさん、ジェニュインさん、MKT さん、マロンさん、どうでしょうか。私呼ばれてないって方いたらもう本当に申し訳ない。待って、最後らへんからさ、私読めてないかな、もしかして。もし増えてたらまだ書けてないかもしれない。どうだろう。ありがとうございます本当に。ランダムはね、どうしよう、22人いく無理か、もう時間的に。どうだろう、本当にありがとうございます。たくさんのタワー、22人行きたいけど、22人行っちゃう。読んでないよって方いないかな。行くよ。1人目、ゆうゆうちゃん。2人目、おかゆさん。3人目、あやかちゃん。4人目、むんむん。5人目、宮城のたかさん。6人目、シャーペンピツさん。7人目、かずじいさん。8人目、ともさん、イオリング。9人目、ざん。10人目、同じ方だ、高橋聖太さん。11人目、同じ方、 MKT さん。12人目、ケロちゃん。13人目、正明さん。14人目、同じ方、たっちゃん。15人目、大輔 A さん。16人目、ごへいもちさん。17人目、エミリオシノボッチさん。19人目、リトーマルルさん。20人目、ゴーンさん。21人目、まさむねさん。22人目、違う、この端末か、毛利さんです。ありがとうございました。ありがとうございました本当に。22人ランダム行きました。たくさん、あ、1万人超えたって、ありがとうございます。たくさん見てくれてありがとうございます本当に。待って、タワー来たよ。誰、正明さん、ありがとうございます。最後に待って、まさあきさん、ありがとうございます。初ランダム本当ありがとう。本当にたくさん愛を、幸せです。22歳もよろしくお願いします。あ、目標1個決めた、頭を良くなる。だってね、まあツイートしようとしたんですけど、なんかもうね、みんなね、みんなのね、ハッシュタグ山本アナ生誕祭2019を見てね、すごく思った。無理ですじゃないよ、無理するなって。おいおい、本当にもう大成功の漢字をそろそろ覚えろって。そうなんですよ、もう覚えますね。はい、きっと覚えます。イカリング寝たんかな、ちょっとわからん。そう、おかゆさんからもタワー来てるよ。おかゆさん、ありがとうございます。カープさんも、おかゆさん、ありがとうございます。
大好き大好き、ありがとうみんな。あと4分あった、意外に。6割引きか、難しいよね。でもさ、6割引きやとなんかめっちゃ安いって感覚になるから、だって半額よりも安いんやと思ったら買う気になりますよね。そういう問題じゃないね。あー本当に明日夜配信、うんかな。今日私が何の手を出すか当ててくださいね、みんな。まだやらないけど、日記か。日記どっかやっちゃったんだよな。どっかやっちゃったんだろう。自分に愛用作文、うーん、いいよ。山本アナのやりたいことをたくさんやる一年にします。山本アナのまつげを伸ばせるようにもっともっと綺麗にできるように頑張ります。山本アナのもっと自分を知ってもらえるように頑張ります。山本アンナのトマトとモッツァレラチーズをたくさん食べます。山本アンナの明日からも元気に頑張ります。山本アンナのファンの皆さんのこととメンバーのことと、アンにかかってくれてる全ての皆さんのことが好きじゃいけん。山本アンナの泣いたけど最高なドキュメンタリーを作ってくださって本当にありがとうございました。たくさん見てください。はいです。はい、そんな感じです。はい、ドキュメンタリーもう一回とか見てね。 まだ見てない方は一回目見て、もう見たよって方はまたこの今日の話をショールームで話した話を聞いて、もう一周見てきてください。よろしくお願いします。あ、ランキング読んでない、やばい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 13位ルタさん、12位タカヒロンリーさん、11位カズスミさん、10位レグルスさん、9位ポークたまごさん、8位ユーミン、7位ジェニューインさん、6位トモさん、5位ズッキーさん、4位タコツアンさん、3位マルキンさん、2位キンちゃん高松建設になってる、1位サシナユイさんです。ありがとうございます。22位の人読もう、マサアキさんです。はい、やっぱ21位からも読もう。なんちゃらおじさん、よたび、おかゆさん、まさくん、MKT さん、ゆうしさん、ゆかりん、あきひろさんです。ありがとうございます。はあ、危ない、セーフ。たくさんのタワーとかもありがとうございました。バイバイ皆さん、じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。私は今日22歳になったので2にしました。はいですですよね。はい、あ、もうあと10秒ぐらいやん。バイバイ、おやすみ、とボール弁当箱ありがとうございました。バイバイ、 See you。